バッサー入れるんかな、行ってみようか。すごい。そして撤退する撤退撤退しようや、しようかね。危ないね、危ないし、山頂行っても面白くない、山頂行っても寒い、行っても面白くない。2回言ったから面白くない。こんにちは、スイートクライマーです。今5月5日の午後1時10分15分ぐらいです。今日ははるばる宮崎県のこちらえびの市にあるえびのエコミュージアムセンター前の駐車場に来てます。で、今から目指すのがじゃん、あそこ唐国岳になります。はい。で、ね、本当は今日雨の予定で、で観光する予定だったんだけど、熊本の方とかね、雨でも行けるところを観光しようという予定だったんだけど、起きたら晴れてるじゃん。で嫌がるみっちゃんを叩き起こして、で今日は絶対登るぞと、九十からはるばるここの宮崎県まで来ました。で、来てみたのはいいけど、この通りいい天気。どこがや。雨なんで風も強い、ね、ちょっと来るまでにだいぶ時間があったんでこんな風になってしまったけど、でもいろいろ聞いたけど登れるっていう話なんで、登ってる人もいっぱいいるっていう話なんで、頑張って登っていこうと思います。いってらっしゃい。はい、では3人で頑張って登っていきましょう。レッツゴー。こっちね、あそこ登山道あっちっていう表示があるんで行きます。まあ大丈夫よ、風景はね、風景は大丈夫じゃないけど、登れる。ちゃんと駐車場の人には、あとエコミュージアムセンターの人も聞いたもん。大丈夫。でも風速がね、10ぐらいあるみたい。マジで。うん。まあ上がった時にどう天気がどうなっとるかが問題。そうそう。今は別に大してない。うん。一旦ここ出て。今日のルートはえびのエコミュージアムセンターのところを出発して、硫黄山展望所5合目避難小屋を経由して唐国岳山頂を目指します。大波池方面は見通しが悪いので今日はやめておき、元来た道を戻ってゴールです。多分道歩きやすいはず。標高は1700じゃなかった？で、こっちから行きます。寒いから。5年前に唐国岳登ろうとして、その時は高千穂の峰から入山規制かかって、みるみる間に唐国岳も全部入山規制かかってしまって、どこも行かれないって言ってた時に、出発直前に高千穂の峰が解除になって、ね、高千穂の峰だけを登ってきたっていうのが5年前の春で、今回は九州まで来るから立ってる希望で無理やりここまで行って登るっていう、まあ当初の計画通り雨が降らんかったら登ろうって言ってて、まあ、結局雨降ってるけど登ってるというね。歩くの早いよ。あ、早い？私登りは強いんよ。下りは強い。下りが遅いから登りで稼ぐ。
た。はい、もう早速暑くなってもみんな脱いでます。みっちゃん大丈夫、安心してます。パンツ履いてますよ。履いてますよ。昨日履いてませんでした。道が続いてます。もうすぐ展望所だって。展望ないけどね。疲れ切ってる。気持ちがいいミストが。残念のお知らせが、あれだけ登ったのに下ります。展望台が見える。さあ、うわすごい降り出した。こんにちは。4日前の5月1日だとこんな風に硫黄山の雰囲気がよく見えたそうです。展望所が見えたね。はい。あれ美味しい。実はここに来る前に有名なパワースポットの上式熊野座神社に寄っていて、97基の石灯籠の間を通って森の中の参道も登って巨大な大風穴ウゲト岩に祈願してきてました。果たしてその御利益は。なんか話によると、本当今日はもう絶望的な雨がなんか思わぬ回復をしたって、ミュージアムの係ミュージアムの職員さんが言われてました。ということで神社の御利益は一応あったということで、3合目過ぎたあたりからこの火山特有の赤い石が出てきます。これ見て、ここのゴツゴツかっこいい。はい、4合目です。あ、5合目です。5合目到着、小屋があるよ。切る小屋行く。朝入れるんかな、行ってみようか。5月1日の写真と対比です。とても同じ場所には思えません。すごい、はい、一旦ここで休憩します。寒い。はい、じゃあジップロックの中に UFO をバラして入れてます。あとで湯切りをしてこれに入れます。お湯が300
400入れて閉じます。本当は450だけど300が適量。これ降りるも大変だもんね。撤退しようか。なんかもうテンションが。撤退も勇気、撤退勇気も大事。ここまで来た。やばいよね。まだここじゃん。うん。今から1時間近くあるもんね。私もさすがにそこまで山バカじゃないわ。うん。なんか思い出話になりそうな。ね、白馬の時ぐらいひどいよね。ゴロゴロ言ってないだけまだマシだけど。白馬岳の時、みっちゃんの雨男具合と来たら最強です。思い起こせば2015年富士山に初めて一緒に登った時も雨、2016年2回目の富士山は晴れ男の伊佐くんのおかげで晴天、みっちゃん不在の宮の浦岳はピーカンです。開門岳も高千穂の峰もみっちゃん不在で晴天、2018年みっちゃん参加で白馬岳から朝日小屋までの縦走が荒らしすぎました。みっちゃん不在の大雪山この通り晴天、次の年の槍ヶ岳もみっちゃん置いてきて大正解、私たちを追ってみっちゃん来るから阿蘇山は嵐になりました。同じ年の奥穂高岳は予想通り大嵐に、2022年みっちゃん巻いて登った雲取山は富士山までくっきり見えました。同じ年のトムラウシもみっちゃん不在だとほーら素敵な風景。今年の春の筑波山だって晴れたよね。そして昨日の九十連山はこう。ここまですごい山男って他にいないかもね。撤退しようやしようかね。危ないね。危ないし、山頂行っても面白くない。山頂行っても寒い。でも面白くない。2回言ったから面白くない。山頂に行っても何も見えないということで撤退します。でも今からうるさい、今からコーヒーも楽しみます。はい、3時20分です。ちょっと急遽また気が変わって登ろうっていうことになりました。一番嫌がっとったみっちゃんが登ろうって、あと35分なら登れるじゃんとか言い出して結局登ることになりました。今からアタック開始します。今あんまり映ってない。なんかこれ富士山の時の感じみたい。ほんまよね、富士山みたいな感じ。富士山に来ました。なんかこんなシーン覚えてる。何合目か知らんけど、こう6合目。あと 0.7 頑張ろう。
ても同じ場所で写真を撮ったとは思えません。ペッツさん、写真使わせていただいてありがとうございます。空もペッツさんも美しくて眩しいです。それに引き換えボロボロの私たちとこの風景、ここまで戻ってきたね。心の目で見よう。心の目で見るとこんな風景です。あったの、おいしいね、おいしい、おいしいね。見る見る、はい、5時15分です。無事に、ここまで降りてきました。トータル4時間休憩時間がなんと1時間15分。その間に心を入れ替えて頑張って登ってこようという気持ちになって、一番嫌がっていたみっちゃんが率先して登りました。どうした心境の変化なんでしょうか。はい、ここの山は、比較的歩きやすくて、なんか富士山を思い出すようなね、富士山より歩きやすいし、前に登った5年前に登った高千穂の峰を想像してたけど、あんな感じでザラザラでもすごい足を取られて大変かなと思ったけど、すっごく整備されてとっても歩きやすいいい山でした。あとまあちょっと言うとしたらね、風景もね良ければ、まあ何？奥穂高みたいな感じ。奥穂高ね、奥穂高。まあそれはね、この3人で行くと必ず雨が降るというジンクスがね、百名山では雨が降るというジンクスがあります。では次回はリベンジをしたいと思います。どこかの山でねリベンジしようと思います。では今日の動画は以上となります。またどこかの山でお会いしましょう。スイートクライマーでした。バイバーイ。もう次回みっちゃんはないわ。もう連れてかんわ、雨降るし。雨降るし連れてかん。日本百名山バッジはエビノエコミュージアムセンターで購入できますが、時間が9時から5時までです。ギリギリ時間アウトだったけど、登る前に買っててよかったです。下山後あるある、晴れました。なんだこれ。太陽が出てます。今日のお宿は遊覧温泉亀井荘。いいですか？はい、今マチコラです。ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんどうぞ。予約じゃないか。そうです、要予約です。すいません。要予約でお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。魚屋さんでやられとったんですね。魚屋さんはですね、で私は嫁になるんですけど、です、あの息子が、はい、魚屋さんです。です、旦那が魚屋さんとここやるです。で、私は手伝いだけ。だから、ね、感じもいいって、電話の感じもいい。あー、めっちゃ良かったって、うん、って言ってもですよ、刺身私食べれんですよ。なんで？おい、生が多いでしょ。おい、ツッコミどころなんですか。魚屋さんの嫁ですけど、生はダメなんですか？生っていうか、全般的にダメ。いや、全般じゃない、貝は食べます。貝マリちゃんも、はい、あと魚がダメ。魚が焼いてあったら大丈夫ですね。焼いたら食べます。あ、そうなの。はい、あの
帰ろうなもんって今日の話うちの会じゃないけど横の会も食べましたそんなことばかりどうだよあ、そこではいや、どうだよあそこを外してくださいカットしますはい、ありがとうございますよろしくやってます新鮮なお魚の美味しい料理、出町福浦さん、必ず要予約でお願いいたします。雨のからくり岳は全然見せ場がないので、過去に登った山の思い出話になってしまいました。でも最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録もお願いします。